はい、殿村といいます。日本の歴史、朝鮮の歴史を勉強してきました。じゃあちょっと座ってお話しさせていただきます。それで全体が中9時までということですし、1時間半しゃべっていただくようななんかスケジュールをもらったんだけど、まあちょっとなんか1時間半ぐらいしゃべっちゃうかもしれませんけど、ですね、反日種族主義の話をしてくれという話で、まあちょっと理解してしゃべる準備してきたんですけど、なんかまあ在日朝鮮人の問題を考えていて、まあそれにそのために歴史を学ぶというような話なので、ちょっとだから本題的にはだから、いえいえ、朝鮮の歴史とか在日朝鮮人の歴史そのものをお話しした方がいいかなというような気もするんですよね。で、まあ、ということではあるんだけど、反日種族主義っていうのを、なんか考え、どう読むのかっていうことを喋ってくれという話なので、そっちの方を準備してきましたので、まあ、朝鮮の歴史全般って言っても僕 全近代から全部分かってるわけではなくて、まあ、自分のやってることは、まあ、植民地期の話とか在日朝鮮人の形成、や、まあ、日本社会の在日朝鮮人に対する、まあ、対扱いですね、まあまあ、それは確かに差別が大変なものがある現在でもあるんですけど、そういったことを勉強してきましたので、その辺はだから質疑応答の時間を割と多めにとってそこで喋るのがいいかなと思ってます。なんというかですね、まあ今日はお集まりの方、大変勉強されている方ということもあるかもしれませんし、しかし通常のその日本でなんか教育を受けてきた方で、まあとりわけなんかお年を割合高齢者に近い方とか、高齢者、社会的な定義から言っても高齢者の方っていうのは、まああんまり学校でその朝鮮の歴史を勉強することではないと思うんですよね。あんまりね、全然ないわけじゃなくて、まあ、もちろん熱心に教えた人とかですね、先生とか いるかもしれませんし、まあ学校で勉強しなくてもいろんなところで自分で学んだり、まあ、友人知人に在日朝鮮人がいたりって、それはまあいくらでもあることですから、そこで勉強したりっていうのはあるとは思うんですが、まあ一般的には日本ではあんまり教えないことですので、そこでよくわからないっていうのは、まあとりわけ現在なんかいろんな情報が流れてて、何が本当かわかんないみたいな話は確かにあるんで、その辺をちょっと質問質疑応答でたくさん時間取って受けるのがいいかなと思います。ということなんですけど、反日種族主義って本がありまして、これはもうなんかだいぶ日本では売れたというか、まあベストセラーになり、まあ主にはなんか保守的な人が喜んで買って、喜んで保守的でも韓国嫌いな人がなんか喜んでるような感じがあるんですよね。それはまあちょっと不思議、本当は不思議な話なんですね。であるわけです。で、まあこの本を書いた方たちは、実はこれ私もよく知ってる方も含めて書いてて、ってか変者のイ・ヨンフン先生は、まあ、私も実はもうだいぶな長いこと会ってないですけど、いろいろと10年以上前にもいろんな勉強会で一緒になったり、一緒に調査したりして、まあ個人的にはやっぱりそれはいろいろ恩も感じてる人なんですが、ただまあであり、あと研究者としてはやっぱり立派な仕事されてた人なんですね。させてたって過去形で言うのおかしいか。専門は実は朝鮮王朝の経済史です、農業史ですね。なのでだからそういう意味では実は、植民地期の話はご本人の専門ではないっていうのは、専門じゃないっていう言い方も失礼かもしれないけどね、いうこともあります。ただ朝鮮の農業史経済史では非常に重要な仕事をされてきたことは確かで、するので、
まあ、そうであるがゆえにちょっと雑な議論を含む、まあ、正直で雑な議論を含む本なんですね。そういうのを出すのはちょっとそこはやっぱ僕も恩も感じている一方で、であるからこそ残念だなって気はしているという、そういう本なんです。だからちょっとなんか反日強く主義批判してくださいって言われた時も、なんか微妙な完全になんかダメだダメだばっかり言ってるのもどうかなっていうような気持ちは、これはまあ私の個人的なバックグラウンドというかその経緯からもあるんですけど、そういうこともありましたということです。で、反日思想主義についてそういう話と同時に一番抑えなきゃならないのは、実は日本人に向けて書かれた本じゃないですね。これは韓国の社会の政治的な問題の中で、進歩派保守派ってあるんですけど、保守派が進歩派に対抗するために書かれた本というような話です。だから、よく読むと、だから日本帝国がなんか素晴らしいことを しましたとかですね、日本帝国万歳みたいな、そんなことを言ってるわけではないんですよ。なので、むしろ、ね、ちゃんと日本帝国が主義を批判しようというのは、そういう意図もお持ちの方の、そういう文章もあるので、それをなんか日本の韓国嫌いだみたいな嫌韓派みたいな人が喜んじゃうっていうのは、それも本当はおかしいことなんですね、いうことがあります。その辺がちょっと難しいところですね。で、ちょっとやや、遠回りみたいな話なんですけど、その背景としてなんでこれは韓国でこんな本が出るのかという話を、日本の社会に生きている人たちがそんなに詳しく知る必要もないかもしれないんですけど、ちょっと、言っておきます。これはですね、民主化以降、韓国社会でその歴史、近代の歴史をどう考えるかっていうのは、ちょっといろんなその議論が生じているということです。民主化以降ということは、民主化以降じゃない場合、つまり独裁政権の時は割と簡単です。韓国正しい、共産主義、北朝鮮はダメということだし、あと日本帝国の問題もひどい政治をやったと、収奪したという、そういう話で大雑把にそれは間違いじゃないと思うんですけど、大雑把に言うとそういう認識で、一色で別に、そこは論争がないということですね。ところが民主化以降というか民主化の過程でですけど、大韓民国という国をどう見るかというようなことが問題になります。自分の国だから素晴らしいとか、自分の国は正当性を持っているという話ではないんですね。日本もよく考えると、日本の戦後というのを、それこそ憲法がいいか悪いかみたいなところで、ちょっと社会で私はいいと思ってますけど、分裂があるんですけど、ありますよね。で、大韓民国という国はもっと難しい。大韓民国は1948年に成立してますけど、憲法を制定するための議員を選ぶ議会自体が、かなりの人たちがボイコットしてますね。一部の李承晩プラスアルファだけが選挙やったみたいな、そこまで言うと極端かもしれないですけど、大体そんなところです。で、大韓民国を作ることに反対した人も相当38度線以なんで、たくさんいて、ご存知のことはあるかもしれませんけど、最終党でなんか蜂起が起こったりして、弾圧して、それでようやくできるというようなことですね。だから、当然これ共産主義者、社会主義者は入ってないと。だから、統一的にみんなが、国民みんながこの国を作りましょうと言って作ったわけではないとも言えるということですね。で、ありだから、しかも、大韓民国の、構成員というか政府の人たちを見ると、
まあ李承晩は一応海外で独立運動やってたってことなんだけど、閣僚レベルで見てもなんか、あるいは裁判所とか警官とかですね、警察なんか中枢で見ても、植民地時代に日本に協力してた人たちが相当数いるじゃないかと。そういう国を正当な国と見ていいのかと、大韓民国成立正当なものって見ていいのかっていうのは、そんなことでちょっと実は正当性自体も歴史的評価でいうとなんか単純に素晴らしいみたいな、みんなが祝ったみたいな話にならないところがあるということですね。で、それ、まあ、今の話が関連しますけど、いわゆるその、まあ、韓国成立の時もだいぶ権力政府中枢にもいた人たち、高級官僚で植民地期に日本に協力した人がいるじゃないか、そういう人たちの清算をどう進めるか、これは、まあ、清算するため の、 親日者を処罰する法律って作るんですが、まあ、中途半端で終わってるっていうか、だから共産主義と対抗するためにはそんなことやってられないっていうようなことで、徹底的な親日派の処断ができてないんですね。まあ、できてなかったと見る人もいるということですね。まあ、ちょっと慎重に言うとね、そこの問題もあると。で、それに関連してもう一つは、だから植民地の日本の政策ってのはどう、日本の政策というか、まあ、植民地支配ですね、どう評価するかということで、反日独主義という本の、今はどういう想定になっているのか分からないですけど、売られた時 の、 その帯を見ると、確かに収奪あったって書いてるんですね。非常に小さい文字で書いてて、ほとんど そこに気づく人がいるくらいのだけということで、まあ、その収奪だけなのかっていうのは、そちらの方を、まあ、売りたい本屋の側は、まあ、そういうことで前面になるんだけど、確かに収奪あったって書いてて、まあ、それは収奪あったとか言ったかな、差別とか抑圧あったみたいなこと書いてて、まあ、それはまあこの本の著者も、まあ、ひどいことをやったということを否定するわけではないと。ただまあ、非常になんかひどいことばかりをやったっていう話でいいのかと、別な評価ないのかという、そのあたりが反日種族主義の人たちの、まあ、なんていうかな、ちょっと違う従来型の研究ではない、歴史解釈ではないところを出しているということですね。で、それともう一つはこれ、歴史っていうのは大韓民国のこれからみたいなところで、意見が割れると、これは保守派というか、その反日種族主義に変えた人というのは明確にその市場経済重視というか、まあ、新自由主義的なところ重視ですね。で、米韓同盟と、まあ、日韓も、まあ、もっと言っちゃうと、やっぱり日米韓で軍事的に結束しろっていうのは、そういうことですよね。で、それは、まあ、要するに北朝鮮に対する、否定的な評価っていうか、まあ、それは問題があるっていうのは別に、いわゆる進歩派でも問題があるとは、人権の問題があるとは思ってるんでしょうけど、強硬に対決しなきゃならないという、そういう。意識がやっぱり強いと、そのためにはその日韓の協力も含めてしっかりしなきゃダメだということですね。ということで、ちょっとなんか繰り返しになっちゃうかもしれませんけど、まあ、反日種族主義の人たちはその一般的な植民地は確かに差別的であったりはするんだけど、しかし近代をもたらしてくれたと。近代いいものだと、市場経済いいものだと、法の支配はいいものだということですね。それが、まあ、それは封建時代と比べたら、なんか恣意的に裁判やって、身分の高い人いつも勝つみたいな話じゃなくて、まあ、法律に手出してどうかとか、それはもう、それはそうですよね。そういう社会ができたのが植民地期なんだと。で、その中で朝鮮人は学んだんだということですね。近代的な制度とか、近代的なその株式会社とかを作るとかですね、工場を運営するとか、テクノクラート都市がなんか増えるとか、そこで、そういう、まあ、上からもたらされたものだけど、そこで学んで、
なんか新しい時代を作っていったんだ、主体的に学んだなってことですね。まあこれもまあまあそういうことを言いたくなるっていうか、そういう解釈が出てくるっていうのは別にこれも不思議じゃないっていうか、その徹底的になんか手術されて徹底的に何も学ぶこともなく徹底的にやられるばっかりだったみたいな、非支配民族がね、そんな自分たちはそんな存在だったっていう言い方をしたらやっぱりちょっと惨めだと思うんですよね。だからその中でちゃんと学んだんだよって言いたいということなんだと思います。でまあただそう、まあ、ただそれが本当にその幸せな幸福な状態だったかどうかとか、幸福をもたらすしたかどうかっていうのは、これはちょっと疑問、僕は疑問なんですけど、ということでその学んだ近代で市場経済も学んで、それが大韓民国につながるんだよと。だから大韓民国は素晴らしい、まあ素晴らしいとまで言うかな、この本作ったのは李承晩学堂というなんかテレビチャンネル、 YouTube チャンネルかなんかでやってる、そこの講義を元にしてるらしいんですけど、まあそれはやっぱりだから大韓民国の初代大統領李承晩を評価するってことで、それは植民地期にまあいろいろあったけど近代を学んで、それが大韓民国につながる、それは素晴らしい。それに対して北朝鮮はなんか野蛮な共産主義まだにやってるという、そういう言い方ですよね、単純に言っちゃうとね。なので進歩派の人たちは割とだから植民支配を徹底的にで協力した朝鮮人、まあ、いわゆる親日派ですね、こういうのはちゃんと処罰すべきだと、社会主義者ももちろん評価すべきだと、で またその日本 その植民支配というのは徹底的にひどかったんだと、そこを強調すると。でそれに対して反日種族主義というか、その保守陣営はいやそうじゃないという、まあ、さっき言ったような理由からそうじゃないというようなことになっているということです。でそのそういう背景がありますので、まあ反日種族主義の執筆者に、じゃあそんなにもなんか日本帝国って素晴らしかったんですかっていうと、いやまあそこまでは言わないっていうようなことになるかと思います。ちょっとまあご本人たちと直接会って話はしつつも、話をしているわけではないし、話をするような状況もなくなっちゃったんで、そういうことなんですけどね。で、それともう一つ反日種族主義の人たちの特徴としては、この、研究者たちは経済史の研究者なんですね。で、経済史で非常にその細かい数字を含めて出してきたという、もともとは例えばそのイ・ヨンフン先生だと、その朝鮮王朝期 その古文書で土地の取引とかですね、土地の経営とかそういうのも見て、数字で数量経済史的にこうであるとか、まあ、長期的にこういう傾向があるとか、そういうことをやってきた人だし、その他のそのグループの中で植民地期に経済成長あったのかどうかとか、まあ、これ現在でいうところの GDP みたいなものを推計で一生懸命出したりして、経済成長あったかどうかとか、農業生産増えたかとか、まあ、農業生産くらいは、まあ植民地権力というか、その総督も出してますけどね、まあ、そういうことを一生懸命やってた人たちですね。そういう意味ではその大変、もともとは大変その歴史の史実に正確であろうという研究をしてたという方たちです。だから逆に言うと、根拠の薄弱 なんか話をしたりとか、古代な数字を出してきたりとかですね、信頼性の薄い単純な暴力っていうか、そのもうまあ後からもまたちょっと言いますけど、例えばもうなんか慰安婦の人たちは連れて行かれて故郷に帰ることもできず、みんな殺されたみたいなね、残虐になんか反抗したみんな首切られたとか、
それはちょっと、まあ、それゼロケースゼロではないかもしれないですけど、なんかそんな形で、こんなに日本は残虐だみたいなことを誇大な宣伝的にやるというのは良くないのではないかと、そこの問題意識が非常にある人たちであります。まあ、あとまあだから近代的な法の支配というのを重視するので、それでいうとまあ日本人も朝鮮人も差別はないはずですよね。まあ、細かく言うと いろいろと朝鮮人だけに適用される法律とかあるんですけど、まあ、基本的に裁判やって、例えば土地の、取引でなんか騙したとか騙されたとかあった時に裁判所に訴えたとして、必ず日本人が勝つとかそういうことはないわけですね。確かに植民地の法の支配の下ではね、あれはヤンバンと呼ばれる貴族みたいな人がいますけど、ヤンバンとそのヤンバン以外のサンノムって言いますけど、常民っていうかその平民と士族が争って裁判所に訴えた場合に必ず貴族の方が勝つとか、そういうことがなくなってるっていうのは確かにそうで、そこはまあなのになんか必ずいつもなんか差別的に日本が日本人に有利だったみたいな、そんな風に考えるのはちょっと事実と違ってるんじゃないかというような、問題意識で研究が始まっていたということですね。で、2ページのところに行きますけど、まあちょっとこれも繰り返しですけど、なので経済史的経済史でその、植民地の経済状況もこれも、ずっと貧しかったわけじゃないとか、ずっと発展も、何でも朝鮮の富を全部日本に持ってって、そのおかげで朝鮮人は1910年から45年までずっと貧しかったとか、まあ、大部分は貧しい農民なんですけどね、経済成長がなかったとかいう話じゃなくて、一定の発展はありましたよと、まあ、工業化もしましたよと。いうことであると、まあまあ貧しい人目にはいたんだけど、それはその朝鮮王朝の、それを前の時代の朝鮮王朝の問題に起因するみたいな話、捉え方ですね。この辺もちょっと実は新法派系の歴史認識とは違ってて、新法派系の歴史認識でいうと、その朝鮮王朝期というのは実は韓国併合前にかなり自律的に近代に向かう、思想的にも経済的にも近代に向かう動きがあり、大韓帝国って国を改革しまして作るんですけど、そこでその近代国家 の要素っていうのはかなり整えられようとしていたと。でだからこそ日本は併合してその自主的な近代を止めたんだと。それがまあ進歩派的な歴史の理解ですね。まあなかなかそれは、それは確かに面白い論点で、ちゃんと細かく研究はしていくべきだと思うんですけどね。それとあとはまあ、この辺は政治的な思考ともかかると思うんですけど、日本のみを批判するんだったら、いつまでもなんか日本帝国が悪い悪いと言ってるんじゃなくて、まあ、それを言ってなんか日米日韓の協力が阻害されるようではいけないと、日本のみを批判するんじゃない、ダメだという意識も保守系とか反日種族主義の人たちは強いし、まあ、読んでいただければ分かるように、慰安婦なんてのもこれ別にその、慰安婦問題なども韓国独自の問題があるんだと、日本がいなくなった後だってその、米軍基地の近くに売春村みたいなできてただろうと、そこもちゃんと問題にすべきだと、まあ、これも別にそれ自体は別に悪いことを言ってるわけではないと思うんですけど、まあ、韓国の問題も見るべきだというような主張をしていると。まあ、これがだから日本の嫌韓派が読んじゃうと、それ見たことかに韓国は韓国にはこんなひどい問題があるみたいなですね、そんな形で喜んで取り入れられちゃってるのは、そこのちょっと困ったところがあるということですね。で、個別の論点というか、ここで論点というか、各省ごとにいろんな
歴史の事実、歴史の問題を取り上げて、これがまあ今まで韓国の歴史教科書なんかではこう書いてるけど実はこうなんだよっていうのは、そういうようなことで、反日種族主義の本は論を進めていくという形ですね。で、最初は第1部の1章2章あたりが土地調査事業という、話ですね。土地調査事業というのはその植民地期の初期に1910年に韓国が日本の植民地になりますが、その前後というかその時から土地の測量をやって、ちゃんとここの土地は誰のものであるというのをその、近代的な測量技術を使って、その法令で台帳を作って確定していくという、そういう話ですね。でその事業について、まあ、それはもちろん近代の国家運営で、その当時は8割以上が農民ですから、もうこれは農民であり、その税金もその、まあ、日本の明治期もそうですけど、土地の税金、地税が一番 税収の根本ですから、それはまあ当たり前の近代的な制度をやる国家を作る場合当たり前の話なんですが、これについてこれはまあ21世紀にっていう、そのかなり前、1950年代くらいの話なんですけどね、戦前もちょっとあったのかな、ともかくなんかものすごいなんかひどいことをやって土地を取り上げたみたいな話が書かれてる資料もありますし、まあ、よく伝わってるんですね。日本人が入っていって、山の一番上のそこの韓国の村に入って、朝鮮の村に入っていって、そこの朝鮮の村の一番小高い丘に、行って、こっからここは俺の土地だって話にして全部取り上げたとか、あるいは、まあ、時計の針を操作して、まあ、今日の12時までに申告申し出がないければそこの土地は何月何日12日までに土地の所有者を確定するんだから、そこまでに役所に届けろと言ってて、時計の針を操作して早めちゃって、申告に来た人にもう時間過ぎたから申告受け付けないということにして土地を取り上げたとかですね。まあ、そういう話もゼロではないのかもしれないですけどね。普通はやっぱりない。いろいろこれは実証研究やった人、これは日本人の先生も含めて研究して、そういう不正はやっぱりないというふうなことが大体まあ1980年代90年代からは定説になってます。で、そのことをちょっと書いてるわけですね。なんか収奪したとか、あと土地を取り上げたとか、何十パーセント取り上げたとか言ってるけど、そんな事実はないですよと。まあ、要するに反日種族主義的な問題意識は、近代がちゃんとした近代ってのはちゃんとしたもので、法の支配でそれが浸透していきましたっていうのは植民地なんだっていう話ですから、まあ、ちゃんと近代的な法の支配でやってますよという話ですね。あと第3章が米を収奪したわけじゃないんだっていう話ですね。まあ、収奪っていう言い方も、これも日本語にしろ朝鮮語にしろ、ちょっと何を意味するかっていうのも難しいんですけど、つまりここで言う収奪したわけではないって言ってるのは、そのちゃんとお金を払って買ってるっていう話ですね。まあ、それはかなり当たり前の話だと思うんですけど、なんか無理やり力で銃剣突きつけて持ってったわけじゃないよっていう、まあ、そういう話をしてます。でそうであって、つまり植民地期の経済行為も別になんか無知な、朝鮮人を脅したり、なんか殴ったり騙したりして、収奪していったり、なんか、まあ、鉱山資源の話は書いてないですけど、そういう金だの鉄鉱石だの全部、盗み取ったとか、そんな話じゃなくて、正当な経済行為をやっていたんだよというふうに
反日種族主義では書かれているということですね。でそこ の章、まあ、第1部第3章のところなんですけど、そこをこの辺りからちょっと、それは経済的にお金払って買ったんだろうって、それはそうなんだろうって話にもなるんですけど、その次あたりがちょっとこれは違うよっていうようなことをもう僕はなんかはすぐ思っちゃうんですけど、だから日本帝国と植民地の関係は EU みたいなもんだって言っちゃうんですね。それは違うと思いますね。それ全然違うと思います。まあ後で話しますけど、まあ自由に商品とか資本とか労働が移動できたんだと、自由な経済圏を作ったんだ、だからいいだろうっていう話ですね。まあ EU 自体もなんか どうなんですかね、まあ自由に移動することによって全ての人が、まあ、経済的に成長したのか、それでマイナスになった人もいるのか、まあよく分かんないですけど、まあ、いずれにしてもたとえ EU がまあまあまずまずうまくいってるとしても、その日本帝国は どう考えても植民地本国、まあ、植民地の人本国の人で相当な差別があったので、 EU と比べるのは絶対おかしいですね。であと非常に大きな関心を持つ論点というか、まあ、これ私も研究してきたところですが、ローム同意において、まあ、要するに強制連行っていうと、だけど強制連行なんかなかったんだというような言い方をします。あと賃金の差別もなかったという言い方もします。まあ、要するに連れてこられた朝鮮人の賃金は日本人と同等であったという言い方もします。まあ、これは制度的にはそれ後でも言いますけど、会社に残ってる給料の支払いの名簿、会社に残ってるとか本人が受け取った支払いの給料の明細表でいうとそうなのかもしれませんけどね。 それしかし本人が実際に得た賃金お金がどうだったのかっていうのは、その辺はちょっと違うんじゃないかなと思うんですけどね。であと志願兵についてもこれまあ韓国の研究でもってか、あるいは日本の朝鮮史研究者も含めてですけど、志願兵っていうのはなんか強制的に実は志願させたんじゃないかと、そういうふうにそういうケースで どう考えてもあるんですが、そうではないんだと、まあ、さっき言ったその主体性を見るみたいな話ですね。植民地域の支配の中で主体性を見ようみたいな話で、志願その中で実は差別を克服しようとして、いや朝鮮人もこんな立派な能力があるんだと、まあ、その能力の発揮がなんか立派な兵になることが能力の発揮っていうのも、まあ、これはまあジェンダー的な問題ってのもある、そこも問題もあるんですけど、まあ、いずれにしても軍隊文化がいいのかっていうのはそういう問題もあるんですけど、まあ、能力がある立派な兵としても力を持つってことを、示して、まあ、そのことによって朝鮮人というのは素晴らこんな能力があるんだということで社会的な差別もなくしていこうとしたと。でそして軍隊入るとこれ技術とか知識とか学ぶわけですよね。まあ、軍隊というのはまあ確かに国家の基本みたいなところがあるんで、国家を作るということになると軍隊も必要だって話で、そこで学んだ知識とか技術とか、まあ、勇敢さとかを体得した軍人が解放後は大韓民国の、中枢軍隊の一員となったんだと、それは素晴らしいことではないかというそういう主張ですね。まあ、確かに実は韓国軍の、初期の将軍というのは日本軍出身の人がかなりっていうかな、ほとんどですね、日本軍とか、まあ、満州軍も含めてですけどね。それとあとこれまたまあ、議論を呼ぶっていうのよりもこういう主張したことに対して怒る人がいるのはこれ当然だと思うんですが、まあ、慰安婦っていうのはこれ契約に基づいて、お金を稼いでいたんだというような話もします。あとまあ慰安婦、まあ、一般的に慰安婦支援の団体というか、慰安婦は20万人だっていうような言い方をよくするのですが、まあ、
最近はちょっとどうか分かんないですけど、少なくとも大体あのそういう主張点はよく出てきてるんですけど、それは根拠がないと、まあ、これはまあ実際根拠はあんまりちょっとないんですけどね、あのという話だから、まあちょっと大げさな話をしてるじゃん、慰安支援団体は大げさな話ばかりしてるじゃないかという話ですね。あと、まあ、さっきも言いましたけど、韓国社会でも売春はあると、朝鮮王朝期にも売春があったと、それそういう、まあ、伝統というのかどうかなんですけど、それは慰安婦につながることを見なきゃならないのであって、なんか日本が悪い制度を持ち込んで、なんか慰安婦というのが出てきたとか、そういう話じゃないんだという言い方ですね。で、2ページの真ん中あたりで書いてますけど、あの、まあ、さっき言ったように、もともと資料をもとにした研究でから裏付けられるような見解もあるし、まあ、大体通説になったような話とかもあるんですよね。あの、まあ、いや土地調査事業というのはなんか、本当に、どこでもかしこでもその時計の針を送らせたりしながら銃剣突きつけて土地を取り上げたわけではないということであったりもしますし、あと労務動員とか強制連行と言われるけれども、強制連行をやっている戦時、まあ、大体39年から労務動員計画というのを、やってその、労働者を連れて日本に連れてくるんですけど、同じ時期に日本に出稼ぎに行きたいという人たちがいたことも事実なんですね。であり、まあ、それ以前から相当あの日本に出稼ぎに行きたいとか日本で働きたいという朝鮮人がいたことも事実と、あと、まあ、あの1939年とか40年の時点だと、炭鉱の募集係があの朝鮮の村に入った時に、自分も働きに行きたいって言って、その動員の割り当てが20人とか30人とかだったのに、なんかその倍くらいも希望者がいたとか、そういう事、そういうことがあったというのは、別にその反日種族主義の人たちが発見したことではないし、日本の喧嘩あのなんかその、強制連行は嘘だみたいなことを言って、なんかいろんな本書いてる日本人も多いんだけど、その人たちが発見したことではなくて、もう1980年代90年代からあの真面目に研究してきたっていう言い方はちょっと なんだろうあの、歴史研究者の中ではあのちゃんと議論されてきたことです。で、ある日そのことが強制連行がなかったことの証明にはなりません。当たり前です。あの日本で働きたいという人が いるということと、無理やり連れてきていることが、あるということは両立します。あの別に不思議はないということです。それで、まずなんかいろんなところで個別のところで批判しなきゃならないところはいろいろあるんですが、まあ、やっぱりちょっとさっきも言ったように、あの真面目なあのしっかりした研究を出してきた研究者なんだけど、それがこの本ではちょっと粗雑な議論とか無理な立論とかになっているとが多々見られるということです。で、あり、なんというかな、まあ、例えばその、強制連行というか労務動員の話であっても、なんというかそのやっぱり、まあ、労務動員で自分ももともと日本の炭鉱で働きたかったんだとか、まあ、あんまりいないと思うんですけどね、実は、まあ、そういう人がいたとして、いてお金を稼いだと満足していると、そういう人がいたとしても、まあ、1人でも2人でもその無理やり医師にも関係なく連れてこられて、虐待を受けながら働かされて、なんかもう家族とも会えないまま日本を一緒で過ごしましたという人が1人でも2人でもいたら、そっちの方を問題にすべきですよね。で、志願兵もな、確かにその、志願する人はいたと思いますよ。あの、当たり前です。あの1940、43、4年に20歳前くらいの人というのは一体どういう人ですか。1935年って昭和でいうと10年くらいに物心がついて、真面目であればあるほど、あの
学校の先生の言うことを聞けば、素直に聞く子であればあるほど、あ、自分はしっかりした日本人になろうと思いますよね。で、そういう人が、まあ、いや、志願するんだ、いや、なんか日本の兵隊になるというのは立派なことなんだと言われたら、頑張ってなろうと思う人いると思いますよ。で、行ったとしても、本当に、無理やり志願させられた人も一方でいたとしたら、やっぱりそっちの無理やり志願させられた人のことを問題にすべきだし、たとえ喜んで志願した人がいたとしても、解放後に一体どんな気持ちになるかということですよね。自分が志願したという、日本帝国のために日本人になろうと思ったという、あの時の自分というのは一体何だったろうと思うと思うんですよ。大変な心の傷を負うと思いますよね。まあ、心の傷までいかなくても、だから例えば自分の人生何だったんだろうって、やっぱり悩みながら暮らすと思いますよね。そんな話を、まあ、精神的な傷も含めて、なんかやっぱり人権侵害とか経済的圧迫とかあったわけですから、そちらの方を まず問題しなきゃなんないと。いや、まあそれはさっき言ったように、韓国人としてはなんかその植民支配の中でも一生懸命頑張って学んだ、そこの主体的な動きがある、それは韓国人としては、まあそういうことを見るということがあったとしても、日本帝国の加害者の、まあ、それにつながる日本人で、しかも現在あんまり、日本の植民支配がひどかったということを、政治家、高位政治家も学校でも教えないし、高位政治家もなんか逆になんか日本植民支配恩恵だみたいに言う人がいる中では、やっぱり植民支配は ひどかったじゃないのっていうことをまず言わなきゃなんない。被害者はいるでしょっていうことを、被害者はいるし被害者の声を聞きましょうって、そこの態度が一番必要なはずなのに、どうも反日収束主義が出て喜んでる人という現象というのは、そういう意味でどうなのかということが、いう話ですね。で、それで私、植民地支配というのは一体何なのかというのを常々思うというのは別に、まあ、私が考えることなんでそんな難しいことは考えないんだけど、なんかものすごい暴力を振るったとか、もう常々日本人が朝鮮人を殴ってたとか、常々その何ですかね、騙して土地を取り上げたとか、なんかそういう話とか、あるいはまあ同化をするとかですね、独自の文化全部禁じるとか、それが植民支配って話でもないと。文化であっても労働力であっても、支配者が都合のいい時ように使うというのが植民支配です。だから、文化も支配者にとって朝鮮の独自の文化が都合が良ければ使いますよっていうのは、まあ、どういうことかというと、例えば戦時中にむしろなんか朝鮮ブームみたいな、私実はそっちの研究を今やりたくてやってるんだけど、戦時中にちょっと朝鮮ブームみたいなことが起こってるんですね。朝鮮の映画が流行ったり、朝鮮の歌や踊りとかが日本のその劇場でも随分流行るんですよね。でこれは当たり前のことであると。日本人が許容する範囲で消費の対象として朝鮮の文化を活用したい、その時に朝鮮の文化を活用する、それだけです。だから何でもかんでも抑圧するってわけでもない、何でもかんでも同化するっていう話ではないと。まあ、だから創始解明なんかも名前を禁じてひどかったって話になるわけですけど、ある時期までは朝鮮人が日本風の名前を名乗ることを禁じてました。だから自分にとって都合のいいように使うということで、なんか日本風の名前を使われると、なんか日本人と区別することが区別がなくなって困ると思ったら、日本風の名前使うの禁じるよっていうふうにします。で、まあ、逆にその何て言うかな、その
日本人意識持つためには日本風の名前なのでみたいな話になると、まあ、日本風の名前なのでというような話でやるわけですから、結局だからあの土地とか資源とか労働力とか文化をあの支配する側側が支配する人たちにとって都合のいいように使うというのは、これは植民支配ですよね。あのであるので、そこの土地の人たちがどういうふうに土地とか自分たちの土地とか資源とか労働力とか文化を使うかということを許さないということですね。でまあ、あのだからあの日本に働きに行くということについても、まあ、今韓国政府で若者の失業対策でなんか若者、まあ、日本に働きに行くようなあの韓国の大学なんかもそういうプログラムを持っている大学なんか結構あるんですけど、それは自分たちで決めてその方があの自分たちにとってメリットがあるっていう判断したらそういう政策取っていいと思うんですよね。だけどそうじゃなくて日本で日本のここの炭鉱で働きに来いというふうなことを勝手に日本人だけが決める、朝鮮人の意見は決めずに決める、あるいは逆にあの強制連行やってる時もそうなんですけど、ある人物に関してはある人たちに対してはお前ら日本に来るなっていうような、そういう政策も取ってます。だからそういう恣意的に本人の意思を無視して労働力とか文化を活用するというのが植民主義であるということですね。で、その場合になぜそれができるかというと、支配される側の人たちを無能力だというふうに規定するわけですね。規定するというかあの 差があるんだと、支配する側は能力があるんだというふうに、そういう前提がないとそれはできないわけですよね。だって全く同じ能力を持ち全く平等な存在だっていう話であるとすれば、じゃあなんで朝鮮に議会を作れないんですかっていう話になりますよね。であるので、あなたたちは無能だからあの議会なんか なくてしょうがないんですということが前提となっているということですね。でそういうふうに考えると、お米がまあ、正当な商取引ではあっても、あの安いお米が朝鮮から日本に持ち出されるようになるということは、まあ、それが日本内地にとってメリットがあるということは、別にお金払うが払わないが、まあ、払わないがあって払うんだけど、あのそれは日本にとってメリットがあればそれは植民地支配の、まあ、いわば成功ですよね。であとあの日本に積極的に働きに来たいと、しかもそれは安い労働力だということで、しかもその従順に働くとか、ある一定の、ここで働いてほしいっていうようなところに来るということであれば、まあそれはあの別に暴力使わずに圧迫もせずにそうしてくれるということであれば、それは日本 あの支配国の思い通りになっているという話であって、植民支配が成功しているということであります。であと賃金 などで差別がないということも、あの制度的には差別を作らなかったということも別に、不思議ではない話であります。あの企業経営みたいな話でいうと、能力のある人たちをあの活用する、能力というのは例えば炭鉱であれば力があって、あの体力があって石炭を掘れる、そういう人たちの方を、朝鮮人であろうが日本人であろうが、まあ、給料は出します、そうなるというのは当たり前だし、でそれが露骨に見えるようにあの差を設けたとすると、これは大変危ない話です。あの戦争やってる時に炭鉱で実は朝鮮人と日本人と差がある、差別がある、それは朝鮮人が不満を持つ、そこで日本人と朝鮮人が対立を起こして、喧嘩になったりしたらなって、石炭掘るのがストップしたら、これはもう大変ですから、まあ、これはもう戦争やれなくなるという話になりますから、そこであの差別はありませんよということを
戦時中はあの取り戦時中になればなあの戦争やれが深刻になればなるほどあの差別は やりませんと言いますし、あの しませんと言いますし、労務動員の時も日本人と朝鮮人と差別はあってはならないということを、日本政府も日本帝国政府も朝鮮総督府も、言います。まあ言ったけど現実はどうかっていう話がありますね、まあということですね。でそこが基本的に抑えなきゃならないことで、で、3ページにも書きまして、まあ、繰り返しですけど、人権侵害とか精神的な傷、これは精神的な傷がその45年8月15日で終わらないわけですよ。まあ、現代でも精神的な傷が、あの植民支配を受けた側は、まあまあ、世代を超えてあの再生産されている部分もあると思いますよ。あのまあ、物質的な被害とかもね、それもあります。そこを問題にしなきゃならないということがまず一つであり、そして、この本はやっぱり無理な読み込みもあるんですけど、多分わざとというかな、やっぱりまあ、自分が論証したいことと関係ないということなのか、論じてないことっていうのはいろいろあるということですね。で、土地調査事業というか、に関わる問題としては、これやっぱり土地調査事業をやった結果、日本帝国の国有地が朝鮮で相当増えます。かなりの膨大な土地が日本帝国の土地になっちゃう。まあ、これはどういうことかっていうと、まあ、もともとここは自分の土地だっていうふうに朝鮮人民が申告して認められるっていうのは、それは普通そうなんだけど、入り合地みたいなものとかありますよね。 ああいうのは全部なんか国有地になっちゃう。まあちょっと所有関係がよく分かんないっていうのとこは国有地になって、でこれは朝鮮総督府の統計でも全部ごく簡単に毎年出している統計年報を見ればすぐ分かるんですが、植民地を通じて日本人大臣の地がどん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 増えていくと、日本人の持っている土地が増えていくと。で一方で朝鮮人は、没落の農民は没落していくと。で自作農だった人がなんか、まあ、自己作とかですね、あるいは多少自作地持ってた人が完全な工作になるとか、まあ工作であった人たちがその、本当に食えなくなって夜逃げするとかですね、そういったことは相当、それがまあ朝鮮の植民地の日常でしたということです。でまああと会社企業についても、これやっぱり植民地通じて朝鮮人の企業というのは中小、会社作った人もいるんですけど、中小零細企業は中心であったということです。まあ、だから、経済成長ありましたっていうと、その GDP でいうと確かに増えてますよって話 と民族別に格差が縮まったのか縮まってないのかとか、階級的なその、差ですねがどうなってたのかっていうのは、そこのことをちゃんと見なきゃならないんだけど、そこはやっぱりこの本はあんまり論じないわけですよね、ということがあります。それとまあまあ、近代的な社会ができたので、そこでちゃんと適合、朝鮮人も適合しましたって話になってするんですけど、本当にだから、まあ、競争の中で、頑張った人がいたみたいな話をするんだけど、本当になんか平等な競争ってできてるんですかねっていうことはありますよね。近代的な教育、近代的なシステムでなんか、まあ、社会的に成功するっていうか経済的に上昇するっていうのは近代的な教育が必要なわけですが、ですね、ちょっと今日細かい数字を、まあ、それやりだすとなんか僕延々その話しちゃうんで、やめとこうと思ってメモしてきてないんですけど、基本的に朝鮮植民地が終わるまでに朝鮮の学校は整備されてないんですね、あんまり。1936年5年で、要するに一つの村に一つ
朝鮮人向けの初等学校ができるようになった。まあこれもちろん通うのは基本的には男、まあ女性も多少通うんだけどね、あの男と女で就学率も違うということですね。一つの村にって言ってもあの自然村じゃなくて、自然村いくつか場合によっては10個くらい集めて一つの村なんで、まあ面って言うんですけど、一面一校が実現したのが35年くらいだから、あのまあ、韓国の大統領やったパク・チョンヒの伝記なんか見ると、朴正煕の伝記なんか見ると、山を越えて、山を2つくらい越えて2時間くらいかけて学校を通ってる、まあ、往復4時間だよね、まあ、歩いてってこともあるんですけど、子どもの足でってこともあるんですけど、2時間半とかかけてたかな。でそういうふうに学校に通う、パク・チョンヒのように、まあ、2時間かけても学校に通える人というのは35、6年で同世代のうち 30% もいかないくらいですね、まあ、あの戦争末期に 7割くらいまでいくんですけどね。だから学校通わないのは普通ということ。それに対して、都市では日本人の学校は十分にある、日本人向けの学校が十分にあって、朝鮮に住んでいる日本人だったら誰でも学校に通ったということですね。であるし、あと高等教育に、まあ、これもある時期で変わるんだけど、高等教育に進むのにフリーだったんですね。あの学生が、あの朝鮮人の学校の就学年限が短いので、そこを卒業してもすぐ、まあ、高等教育というか 中等教育ね、あの中学とかその上の学校には行けなかったというようなこともあります。あとこれはまあ実証はできてないんだけど、慶城帝国大学っていう帝国大学ができますが、入学定員をどうも朝鮮人は3割以下に絞ってたんじゃないかと言われてますね、というような、まああのそもそもの差別がある、あそうそう差別があると。であとそもそも学校で何語で教えてるのっていう話で日本語で教えてるってそれ自体差別ですよね。でが、まあ、そちょっと考えれば分かるというふうに、あの、まあ、おとついあたり東大も試験やってましたけど、東大入試英語でやられたら、あのアメリカ人とかイギリス人はたくさん入るけど日本人はあんま入らなくなるかもしれませんよねっていうような話ですよね。であと、まあ、朝鮮人の農民がなんで没落したかっていう話ですけど、これは、まあ、あの この辺りも階級の問題とも関わるわけで、まあ、これは日本の本土の内地とも関わるわけですけど、日本 の、あの、内地の都合があって、これ米騒動と関わるわけですね。米騒動で日本安定的に日本がその都市化して工業化して、安い労働者にあの米を安定的に供給しなきゃならないということで、朝鮮でもたくさん、まあ、台湾でもですけどね、あの作らせるということになると、まあ、灌漑事業なんかをやることになると、水利組合をやることに作ると。でそのためにはあの多額のお金を税金投入しなきゃならないですから、税金がどんどん上がっていくんですが、これがあの地税の負担というのをこれ小作人に転嫁していくということがありますので、それを負担で、まあ、小作人がど、まあ貧しい農民はますます貧しくなっていくというような、そんな構造があります。あと EU と大日本帝国の話で言っても、これ当たり前ですけど、 EU はこれ、まあ、国家主権はそれぞれ制限はしているわけですけど、じゃあフランスもドイツも完全に主権は EU にというところに委ねているかって、そんなはずはないでしょうということですよね。で EU の例をもしあの無理やりもし近づけるとすれば、せめて朝鮮に、あ、辞書の辞典余計でしたね、自治議会とか自治政府とか朝鮮人のね、朝鮮人が朝鮮人代表 の、あの政府を作るみたいな、あの、まあ、それで国家連合みたいなものにするというんであれば、 EU に多少は似てるかもしれませんけど、そんな話は全くないわけですね。だからさっき言ったように、あの日本内地で決めた政策に基づいて朝鮮の政策を
決定していくっていう話ですから、そこは全然違うし、まあ、あと、まあ、EU というのは議会を持っているわけですけど、日本帝国の議会に朝鮮人代表は送り込まれていない、まあ、細かく言うと朝鮮人の議員は いないことはないんですけど、朝鮮人代表として送り込まれているというわけではないということですね。であるので、戦時動員計画ということも、日本の都合でやってるわけですよね。まあ、動員の計画、日本、まあ、企画院が作りますし、村の、まあ、実行部隊はこれ村の下級管理ではあるけれども、どこの村で何人出せとか、今年は何人くらい日本の炭鉱に連れていけっていうのを別に朝鮮人と協議して、決めてるわけではないということですね。でそれと、これはもう反日種族主義に限らず、常々というか、最近のいろんな議論をマスコミの議論なんかを見ても思うんですけど、根本的にやっぱり朝鮮人がなぜ日本帝国の戦争に協力しなきゃならないんですかっていう、そこが根本的な問題で、これ非常に残酷なことですよ。だって朝鮮民族は本当はだから日本から自立したいと思ってるわけですよね。で、日中戦争っていうのを1937年からやるわけですけど、日中戦争で戦ってたのは、日本が戦ってたのはどこでしょうって言ったら、これは蒋介石の軍隊なんだけど、まあこれこそ本当にそれこそ日本の学校ではほとんど教えないわけですけど、蒋介石の軍行った、まあ、蒋介石、重慶というところに都というか抗日の根拠地を移しますよね。で重慶には臨時政府があります。大韓民国臨時政府っていうのが重慶にあります。大韓民国だ、上海に三一独立運動の後に上海に臨時政府っていうのを作るんです。まあ、つまり上海に、朝鮮民族の代表の、まあ、亡命政権ですね、作るわけですよ。でそれが蒋介石とともに重慶に移ってるわけで、だから日中戦争っていうのは中国人と日本人の戦争でもあるんだけど、朝鮮人と日本人の戦争でもあるとも言える、とも言えるわけですよ。まあごくごく微々たる戦力といっても、最終段階でアメリカの、OSS っていう、まあ、CIA の前身の組織が、朝鮮人を訓練して朝鮮人部隊を作るんですけど、まあ、それ投入されずに戦争終わるんですけど、一応重慶臨時政府が、日本政府に宣戦布告してます。まあ、国際的に どこまで意義を持ったかっていうのは、まあ、ちょっと別、そこはあまり、言っていくとそんなに国際政治の中では影響はないんだけど、とはいえでもそれを見ていけば、朝鮮人の独立運動と日本人がやっぱり日本帝国が戦争してるっていうとも言えるわけですよね。その戦争になぜ朝鮮人が協力しなきゃなんないのか、これはそれをさせるっていうのは大変やっぱり残酷なことじゃないかというふうに、まあ正義の、自分たち民族としては正義の活動をしている人たちをまあ殲滅するための兵器を作ったり石炭を掘ったりさせてるっていうのは、そこ自体がやっぱり問題だと思うんですよね。でそれでまああと重慶もそうだし、毛沢東と一緒に戦ってた朝鮮人もいます。いうことで考えると、でさっき言ったようにとはいえ日本のその炭鉱で働きに行きたいという朝鮮人がいたということも確かでありまして、でそのあたりをがあるので、この、そのあたりをちょっと書いてるのが、その
イーウヨンさんという方の文章なんですけど、ちょっと読んでみますと、ページでいくと68ページですね。徴用が真ん中あたりだ。徴用が実施された時もそれ以前と同様、多くの朝鮮人がブローカーに大金を握らせ、小さな船に命を任せ日本に密航しようと試みましたと。当時の朝鮮の戦争青年たちにとって日本は一つのロマンでした。また徴用が実施される以前もそうでしたが、徴用された朝鮮人の多くが勤労条件のより良いところへ逃亡しました。日本の生鮮の大部分が戦場に連れ出されていたので、日本では労働力が非常に不足していました。特に炭鉱のような鉱山において問題が深刻で、朝鮮人の 64% がそこに配置されました。しかし朝鮮人は大部分が農民出身で、鉱山の地下労働をとても恐れ、多くの建設現場のようなところに逃げていったのです。つまり朝鮮人労務動員を全体的に見ると基本的に自発的であり強制的ではありませんでした。強制連行だったとは言えません。ちょっとこれよくわからない文章なんですよね。なんかその日本に行きたいと思ってた人がいたと、でもなんか配置されたところから逃げた人がいるとこれは一体何なのかみたいな話で、それはまあ農村出身だから鉱山が嫌なんだとか言うんだけど、しかしやっぱり逃げてるってことはそこが嫌だから逃げてるって話ですよね。で、労務動員の時期に、日本に働き、労務動員の時期も含めて日本に働きに行きたいっていう朝鮮人が言ったことは、これは当たり前の話ですね。朝鮮の農村で食えない人はどこでも働きに行きたい、食うためにだったらどこでもいいと思う人はいると。で、これいろいろ問題あるんだけど、情報的には日本に行ったらかなり儲けられるという情報が伝わっているということであると、行きたいという人はいますよね。で、ただそこも得てる情報としては、炭鉱はひどいとかそういう話もある。逆にだから戦中の日本というのは、その儲けようと思えば儲けられるんですね。肉体労働者、確かに労働力、肉体労働者の労働力不足しているので、土建の現場とか、炭鉱なんかでも割とその労務管理がの現場でどうかっていう話があるわけで、力自慢であれば儲けようと思えば儲けられるってことがあると。だから自由に職場を選択できるんだったら、うまく儲けることができるから日本に行きたいという、そういう人はいるということですね。しかし逆に言うと、そういう人ばっかりだと炭鉱の中で働きたいという人は誰もいなくなるわけですよね。だから労務動員をやるということなんです。だから勝手に自由な職場選択をさせないために、労務動員を無理やり連れていくというようなこともやっているということで、日本に行きたいという人がいるということと、無理やり連れていくようなことが起こっているのは全然矛盾しない話なんですね。で、無理やり連れてこられて炭鉱で働くということで、そこが嫌だから逃げるって話なんだけど、いや日本はロマンでしたって話で、強制連行はなかったんですっていうのは、なんか無理やりそんな話にしちゃってて、ちょっとそれは かなりごまかしなんですね。で、あと、反日種族主義に関してはこれ韓国で批判本が出てて、それを読んでも書かれてるんですけど、そもそも日本に連れて行こうとする過程で、つまり例えば韓国の山の中 のどこでもいいんだけど、慶尚道でも禅羅道でもいいんだけど、そういう山の中から釜山港に連れて行く、韓国というか朝鮮ね、朝鮮の中で、朝鮮の村で動員して50名集めて、それをで汽車に乗せて釜山に連れて行く過程で 40% ぐらい逃げてるというケースがあると。では日本に行くのロマンだったら朝鮮内でどうして逃げるんですかという話ですね。そういった話で、ちょっとそういう資料を
まあ、無視して意図的にかどうか無視して、なんかあの無理やりそのいや強制ではなかったとかいう話にしちゃってるということですね。まあ、賃金なんかについてもそうで、証言としてやっぱり出てくるのは賃金もらってないとか、あのほとんど小遣い制度だっていう話なんですね。で、まあ、それは日本人も含めて国債買わせたり強制貯金はやってるんですが、まあ、この辺はやっぱりちょっと具体的に文字の資料では残ってない可能性はあります。というのはつまり会社としてはちゃんとだいたい賃金100円とかそれぐらいですけど100円払ったと帳簿ではそうなってる。だけど中間的にやっぱりいろんな形で搾取する、まあ、昔のそのタコ部屋っていうのはそういうもんですね。布団代だとか食事代がどうとか、直旅も例えば市場価格では町で買えば50銭くらいなのもその、うちのそのハンバーグ落としのあそこの売店使って買えて、そうなると市場価格も3倍くらいの値段で直旅売るとかですね。それでまあ結局取り分がほとんどないとかですね、いうこともあると。あとまあ戦争末期はこれはまあ確かに行政も会社も混乱してるってあるんでしょうけど、ほとんど家族に送金がなくて、労務動員で連れて行かれた家の家族はほとんど餓死寸前くらい行ってるとか、まあそんな話っていうのは公文書でも残っているので、朝鮮のことを視察した人がそんなふうなこと書いてますし、まあ、あと連行というかその要員確保の実態もほとんど拉致同然だとか、そう書いている公文書あるので、内部事情の報告で極秘の文書の中でね、そういう資料を全部無視して、なんか確かになんか日本に来たかった人は、まあ、いるわけですから、それを持ってきて強制連行はありませんでしたというのはそれはやっぱりまずいということですね。であと賃金に関して言うと動員先で配置された賃金っていうのはそんなに高くないですね。なんていうかな、まあ、確かに炭鉱労働者の、月25日とかですね、まあ、炭鉱労働月25日働くっていうのは僕は絶対無理だと思いますけど、しかも二交代制ね、12時間労働ですよ。それはまあよっぽど頑強な人がまあ頑張れば120円とかですね、それぐらい取ってて、それは確かに当時の大卒事務職初任給より高いようですね。高いけど、その二交代制25日炭鉱労働で、大卒初任給よりはちょっと高いねっていう、まあ、今で言うと例えば30万とか40万とか取ったとしても、それ高い賃金と言えるのかどうかっていう、そこもありますね。でちなみにこの1943、45というあたりはどういう時期かというと、肉体労働者で、闇で賃金もらえればいくらでも高い賃金、いくらでもっていうと、まあ語弊があるかもしれないですけど、もう信じられないくらいの高い賃金をもらえる。防空法にちょっと手伝って防空法を作ってくださいっていうのは、そんなことできる労働者がいなくなってるので、ものすごい高い賃金払って防空法を作ってもらったりしてますし、記録に残ってるのは例えば東京大空襲が、まあ来月ですけど、東京大空襲が起こった後の死体の片付けの労働者が足りなくて、1日いくらっていうか1日20円とか30円とか、まあ1日働けば普通のサラリーマン、それこそ大職総人給の1ヶ月分ぐらいの給料出たと、
まあそれは死体の片付け誰もやりたくないのもあるけど、まあそれをやる肉体労働自体ももうないということですので、なのでもし動員先を自由に抜け出て、労働できたとしたらものすごい高い給料をもらえたと。まあそれは自由供給で慣らしていくから平準化するかもしれないですけど、そういう意味で動員された労働者が高い給料をもらってたっていうのはあんまり意味がないですね。で、あと、あ、すいません、結局、はい、そうですね、なくてもよろしいですか。いやいや、まあ、ちょっと休み入れましょうね、というような話で、まあ、あと、労務動員に関しては詐欺的な話で、やってたりとかですね、暴行、脅迫で働いてたりも、これはもう、証言では埋虚に止まらないということであり、あと、差別がなかったりしてるけど、そもそも、日本人に対しては炭鉱に動員してないですね。炭鉱に強制的に配置するというのはないです。日本人の徴用というのは基本的には軍需工場とか観光庁とかですね、そういうところに配置していると。そこがまず違うということです。まあ、あと志願兵もこれさっき言ったように、そのなんでその朝鮮人を日本の軍隊に連れていくのかって、そこがまず問題ということだし、慰安婦についてこれ、対等な立場で契約って結ぶんですかって、少なくとも証言でも契約書見たって慰安婦の証言って一つもないと思いますね。あったとしても読めませんから、そんな識字能力があるわけではないので、読んだとしてあったとしても理解もしてないと思いますね。で、廃業もできないということですね。ということで、やっぱりちょっとかなり問題があるという、一番最初に韓国社会の中の意図っていうのは、ね、それはまあなんか分かるところもあるんだけど、やっぱり研究としてもちょっとまずい、だんだんやっぱり自分たちの政治的な主張に即してやろうとして、ちょっと重要な話と見逃したり、無理な解釈とかしてるという感じがあります。ただいろんな間違いとかですね、古代の話でなんか植民地支配ってのはもうこんなにひどい野蛮な暴力だったんだって、そこだけを言うとか、まあそんな話ってのは確かに訂正して聞く必要はあるかと思います。ということであり、日本人が考えることはさっき言ったように、なんで朝鮮人がそもそも日本の戦争に付き合わさなきゃなんないのかとか、そういうレベルから考えなきゃなんないわけですし、喜んで日本の炭鉱で働きましたとかいう人がいたとしても、それは日本国家の責任で日本国家の国策のために使ったわけですから、それは喜んで働く方がちょっと嫌だなと思って働く方が、それはだから日本に責任があるっていうのは当たり前の話ですね。という。で、それを謝罪もしないっていうのはおかしいというふうに思います。ということです。はい。ちょっといろいろ結局の中長くなりましたが。じゃあ質疑応答に入ります。挙手お願いします。はい。反日この種族主義で私はね印象的だったのは、プロローグのね、韓国嘘つき国民これショッキングでね、そしてその、ろうそくデモのところも実はこのみんなね死んだ魂で、魂は死んだ肉体生き延びていくゾンビたちでしたと、ろうそくデモのねデモと。今日もこの首都のど真ん中でゾンビたちが日々更新しています。もうこういう自己批判っていうのはもちろんね、まあ、僕は日本人にも日本民族にもすごい欠点いろいろ思い当たるところあるんですけども、そしてあとのところでも嘘をつく、まあ韓国人の息遣いに嘘が住みついていると言われている、このような主張に大部分の韓国人は即座に同意しますって感じですよね。まあ私はあんまり韓国語の人と深く付き合ったことないんですけども、やっぱこれはやっぱり文化人類学的にね、まあそういう欠点があるのかなっていう、こういう自己批判っていうのは
結構勇気のある自己批判だと思うんですけどもね、これはまあ、まあ、そういうもんかなということでよろしいんですかね。いや、この辺は何なんですかね。ちょっとやっぱりショッキングなことを言うことによってやっぱり注目を引こうということなのだと思います。これプロローグはどうだったかな、朝鮮語韓国語版でもう出てたのかな。まあイオフさん自身はやっぱなんか純粋な人っていう印象はちょっとあって、でこの反種族主義を出す前から割とそのまあこれ一番後ろでその確かその産経新聞の久保田記者も書いてるけど、幽谷のなショットが書いてて、まあ、国を憂でる中列上でこれではいけないという、まあ、要するに韓国の歴史学会でさっき言ったようななんかなんかちょっと根拠が薄いようなというか古代な話で日本じゃみんな土地取り上げたとかなんかヤンフーちょっとまあこれも根拠がないというだけでよくわかんないところあるんですけど、まあ、慰安婦20万っていうのはちょっと小平数字だっていう、そういうのが許せないっていうそこの思いがちょっとかなりストレートにっていうかな、まあむき出しになっちゃってるっていうことだと思うんですよね。で、まあ、まあこれはやっぱでも韓国人が嘘つきだっていうと韓国人はなんか嘘をつく人が多いとかそれだったらまだ分かるんだけど韓国人は嘘つきだったらおかしいし、まあ、韓国人は嘘をつく人が多いだったら、まあ、日本人も嘘をつく人が多いという話になるのでそれはまあいいのかなと思うんですけどね。だからちょっとこの辺は確かになんていうかなその学者的な態度書き方ではないですよね。まあ、もともと反日種族主義ってこと自体が、まあ、どうやら種族ってのはそのなんか理性的知性的じゃなく盲目的に何かを信じちゃうっていうのはそういうイメージで書いてるんだけど、ここの韓国人は嘘つきだって言っちゃうとそれこそなんか科学的ではないっていうか根拠がない。なんか言い方になっちゃってると思ってそこもちょっと残念ですよね。まあ、出版社の戦略なのか、まあ、韓国版が先に出てますけどね、出版社の戦略なのかちょっと分かんないです。ただまあヨンフンさんご自身がやっぱりそのかなり自分がその、まあ、被害者意識じゃないけどいわゆる進歩派の色社会で力を持って、まあ、今、まあ、ムン・ジェイン政権確かに進歩派ですけどね、力を持ってる、人たちに正しいことを言ってるのに何か圧殺されてるというふうに多分イ・ヨンフン先生はそういうふうに思ってるんだと思うんですね。でこれより前のこれより10年前くらい、だと思うんですけど、この本にもちょっと書いてるかな、その自分 の, その研究歴史解釈をもとにした教科書を作って、まあ、それを公表しようとしたところ、まあ、公開 の, そのソウル大学会場だったかどこか、会場で発表しようとしたところそこに何とか批判派がなだれ込んできて、まあ、潰されるというかまともな形で発表できなくなるとか、まあ、慰安婦問題でもちょっとテレビに出て何か喋った時にそういう問題にして、ナムムの家で確か土下座して謝ったりとかですね、まあ、そういうことがどうも そういった体験がやっぱもうなんていうかな自分がちゃんと頑張っていろんなこと言ってるのにまともに取り上げらず圧迫されてるというふうに多分奮撃してそういう激烈なことになってる言葉になってるのかなというふうに私は解釈しますが、まあ
やっぱりそういうのは良くないというふうに僕は思いますけどね。よろしいですか、山崎さん。はい。はい、実はこの本ですけれども、あの本屋行ってちょっと見て、見てみてよく分かんない、こと一体何を言いたいのかなっていうのが最初に分かって、買わなかったんです。むしろこれを日本で評価しているっていう。うん、日本のあの問題ですか。そうです。それは僕は非常に大きいと思うんですよ。これはマスコミもそうですし、で歴史一つとっても、まあ、韓国の歴史家と世の歴史家では、まあ、今らはどう見るかとかね、いろんなことも細かいところを含めてたんですけども、これ違うわけですよね。ですから、まあ、今先生の話を聞きながら、一体この著者は何を言いたいのか。つまり進歩派なのか保守派なのか、どうもその辺が見えないんです。あ、いや、それはもうあのちょっと僕の説明が悪かったかもしれませんけど、明確に保守派ですよ。だから明確に保守派っていうか、だから進歩派の歴史観が、まあ、許せないという、それでやっていると。まあ、北朝鮮に甘いとか、あのなんか単純に暴力的な、あの集奪とか抜き出しの暴力みたいな話で、日本が悪かったんです、あの言うとか、まあ、さっき言った親日派の解釈ですよね。あの親日派を、まあ、あれもこれも親日派だっていうけど、そうじゃなくて、まあ、植民地期の中で近代を学んで、それなりの役割を果たしたっていうふうに、まあ、大韓民国の建国以降ね、そういうふうに評価すべきだ。まあ、その上で自由民主主義を守れ、市場経済を守れ、それは明確にそういう、立場で、そのためにの歴史解釈というのを、示しているというのが反日種族主義の人たちですよね。でそれをだから、日本の、日本人がだからなんか喜んじゃうっていうのは問題だし、まあちょっとさっきもうまい説明できたかなかったかもしれませんけど、基本的にはやっぱり歴史解釈っていうか歴史研究としても雑なので、研究っていうより歴史解釈の提示としても雑なので、そこは非常にあのまあ日本人朝鮮人に限らず問題であるし、そういう雑な研究で非常に日本人にとっては心地よいというか都合のいい解釈になっちゃってるので、それをあの喜んで、それ見たことかと、韓国の立派な先生もこんな風に書いて言っているという風に、喜んでいる日本社会ってのはやっぱりかなり問題であるということです。はい、それがまあまあ私 の説明でありました。はい、まあ、僕が知りたかったのはまああのまあ、韓国の人とか朝鮮の人とかいう話すること多いんですけれども、例えばうちの家内は、まあ、釜山で小学校までここにいまして、でその時はもう毎週体育館に集められて、でイスラムの時代でした。その反日の映画をずっと破っていくで、日本は怖い国、軍隊を国駆動したということを徹底してやられたわけです。で、たまたま、まあ、春森おばあちゃんに連れて日本に移り国してしちゃったんですけれども、本人も来たくて来たわけじゃない。本当に怖い国に来てしまったっていう。ですから今ニュースなんかを見て、年配者が反日の声を上げる時の声の高さ、ああ、俺たちもそういう教育を学校で受けたんじゃないか。だから感覚的にそういう気持ちになるんじゃないか。ですからそういう向こうの人たちの今の気持ちみたいなものをね、ちょっと知りたいなっていうことと、例えばこれ以前、まあだいぶ前なんですけども、まあ屋台で韓国の、まあ、アジモリとちょっと話をしてて、非常に話が盛り上がった、そこで僕がたまたま朝鮮人っていうことを言った途端にその人が怒り出したんですよ。
私は朝鮮人じゃない、韓国人だ、うん、もうその怒り方は普通じゃなくて、もう止めようがなかった、うん、で実は韓国の人にとって朝鮮戦争は朝鮮との戦いで、自分の身内が朝鮮人に殺されたという記憶を持つ人にとっては、朝鮮人っていう言葉を言われることは屈辱なんですね。ですからそういう世代もそうですけども、人たち意識が今例えば日本はどう見るのかっていうことを含めてどうなのかな、まあ、昔あのパチンコやってましたので、従業員が日本人が来なくて、もう十何人全部韓国の子たちでした。でいろんな話をするんですけども、38度線をどう思うって言ったら、自分たちが生まれてるからあるんで別に何も感じてませんって、それをあえていじることもする必要はないと、そういうことを言ってた青年たちがいました。それもそれで一つの世代だと思います。ただ僕が気になるのは1965年の日韓会談、あれは日本も反対しましたし韓国では反対しました。要するに38度線で南北の分断固定化だということと、戦前の問題はチャラにしてくれっていう、そういう法律でした。ですから今の慰安婦の問題にしてもそうですけれども、彼らがその1965年の日韓条約をどう見ているのかというのは非常にまだ気になっているところなんです。先生はどう思いますか。今大変貴重な姿勢、まあ、もう大変いろんな、ね、論点があるんですけど、全部答えられるかどうかわからないですけど、一つはこれ日本は怖い国っていうのは怖い国だと思いますね、私現在でもね。まあ、これ科学技術の話はわかんないけど、まあ、原発の話での関係の場所ですから そちらの方が詳しいでしょうけど、核兵器作ろうと思えば作れるんでしょうね、多分ね。それは怖いですよ、本当に。であり現在でもそうですよ。つまり だいたいもう一人当たり GDP が韓国日本だいたい同じとか、韓国超えたとか言ってる、まあ企業で言ってもなんかソニーよりもサムソンだみたいな感じになってる現在でも怖い国だと思います。で1945年とかものすごい韓国、いや日本も焼け野原ですけど、やっぱり圧倒的な国力の差ってありますよね。憲法9条すらも多分韓国人は信頼してない、まあ、いずれまた韓国に攻めてくるだろうというくらいに思ってるし、まあ、実際その能力があるし、まあ、本気になれば、まあ、今でもなんか自衛隊が韓国に来るのは絶対困るっていうのは韓国に言うわけで、それはそうだしと思いますね。で私は97年に語学の研修で韓国行ってましたけど、町の韓国人がやっぱりなんか日本人は礼儀正しくて集団的な行動が大変得意でみたいなことを言うんですよね。まあ、そんなに日本人で立派な人間じゃなくてだらしないような感じもするんだけどなと思うんだけど、そういう人たちとしても見ちゃうわけですよね、やっぱね。だから植民地支配っていうのは圧倒的に相手を無能視すると同時に自分たちはこんなに強いんだっていうふうに示さないと植民支配ってできないわけですよ。支配される側も上に立つ支配民族がなんかすごい力持ってて強いっていうふうに、まあ軍事力はもちろん独占してるわけですけど、警察力もね、それだけじゃなくてなんかすごい日本人優秀だっていうのはそんなふうにイメージを刷り込まないと植民地しかできないので、でそれはやっぱ韓国人にとって日本というのはすごい怖い国だったと思います。解放直後もそうだったと。だからそういう状態で、さっき言ったようにその教育なんかでも朝鮮人は無能だってことを徹底的に教えるわけですよね。朝鮮の歴史なんて歴史がないんだと、君たちは中国に支配されたりなんだり独自の歴史ないだろうっていうふうにずっとやってるわけですよね、植民地を通じて。だから独立した時も
まあ、独立運動の指導者はともかく民衆レベルで言ったらやっぱこんなにこんな貧しい朝鮮が独立国家としてやっていけるのかっていうのはそんな声とか聞こえてるんですよね。でそれをなんか独立国家として兼任していくためには徹底したやっぱり反日とか自分たちは日本人には負けないものを持ってるんだったら徹底して教えなきゃならなかった。それはまあ李承晩もそうだったし、朴正煕、朴正煕もそうだったと思います。それはもういいか悪いかって言ったらまあちょっと、それは教育としてね、イデオロギー注入みたいなところであることは間違いないんだけど、それをやんなきゃ国民統合と国づくりもできなかったって、これもまた事実だと思うんですよね。でそういう状況があって、まあそれまでだから大雑把に言うと植民地期の傷ですよね、精神的な傷ですよね。で今日はそれこそ時代によって違ってて、まあ多分20代とか10代の若い韓国人はそんなに日本人がものすごい立派とかそういう意識もあんまない、ある意味ではないと思ってるんですよ。だから40代とか50代とか、いや日本の方がなんかファッションも先端行ってるとかアイドル歌手もなんか日本の方がかっこいいみたいなことがかろうじて、まあ、今の20年前くらいだとちょっとあったんですけど、今はもう BTS の方がかっこいいって当たり前の話になっちゃってるのでそれはもうあんまりもうそういう意味で日本にコンプレックスもだんだんなくなってる、世代的に関わってると思うんです。であと日本韓国で注意しなきゃなんないのはやっぱり韓国の人たち日本のことを割と知ってる人が多いですよ。日本に旅行にも、まあ今来れないですけど旅行にも来たり留学で来たりっていうのは相当、まあ全員が全員じゃないですけどね、相当数がそうなってますよね。でそうするとやっぱり、まあ、半年や1年内交換できたらまあ日本社会こうだとか分かる、日本語もできるようになれば日本語のニュースも日本語でニュース流れてるニュースも接するということは、まあ、日本のことはよくわかる。でその中で、まあ、反日だなんだで反日って掲げて高官もあたりで集会やるとかですね、そういうニュースで日本のニュースで出てくるかもしれないけど、まあよく言われるのはやっぱ反安倍であると、反日なんじゃないんだ反安倍だと。だからまあ日本の中にちゃんとやっぱりこれじゃまずいと思ってる勢力もちゃんといて、全員が全員なんか安倍さんと全く同じ考えでいるわけじゃないということもちゃんと分かってくれている、まあ、それに応えるようなその、いろんな運動が、できて、なんか玄関流みたいな本が本屋から片隅に動いてるかって、そうも入れないんでちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、日本そういう意味では日本のことよく分かってるというところもあることもちょっと押さえておく必要があると思いますね。で、まあ、あと朝鮮人という言葉はまあ確かにちょっと気をつけなきゃならないと思いますね。まあ、歴史研究する人だと割と朝鮮人という言葉は歴史同時代の植民地期はそれを使ってたってことです。それで、納得するというかその後そういう言葉を使う人もいるんですけどね。だから本当にその辺もそうですし、だから日本の人たちはやっぱ韓国の、状況とか心情とか歴史とかそこは確かに学んでる人が少ないっていうのがこれはやっぱかなり問題ですよねということで、ちょっと全部答えてないと思いますけど、はい、すみません、はい、はい、ありがとうございました、はい、時間はないので、一つだけ、はい、あと本の細かいところではなくてこのレジュメの最初のことについてお伺いしたいんですけども、大韓民国成立をどう見るか正当性という話が出てきたんですけども、先生のお話の最初でまあ、イスマ大統領はアメリカから来ましたと、うん、でその他の方々は、まあ、日程から来ましたと、日程期 の管理から来ましたというお話がありましたけども、私公約ですけども韓国の憲法の全文ですか、さらりと触ったことがあるんですけども、まあ、基本は金国の
大韓民国臨時政府臨時政ですね、うん、からつながってると。であと宝刀という言葉がなんか出てきて、うん、ちょっとよく分かんなくてですね、あのすっ飛ばしたんですけども、うん、であの我々が正統性だと、うん、でまあ日本と戦ってないのか戦ってるのか、まあさっき重慶の話が出ましたので、うん、戦ってるんでしょう、うん、ということが出たんですけども、なぜそれをもって正統性というのかなということと、じゃあ正統性のある政府大韓民国というのは何なんだろうなという質問です。以上です、うん、これは難しい話で、多分韓国の人たちというか韓国の憲法学者に聞くのがいいのかなと思うんですけど、まあ、私なりの理解で言うと、日本人私なりの理解で言うと、まあやっぱりあの 法的なあのものとして流れが通ってるのは、法刀っていうのは確かにちょっと、まあ、法律の方に統一の刀ですよね、難しい言葉だと思うんです。その流れを引いてるのが大韓民国なんだってことで、まあ、三一運動があって、19年の三一運動があって、それの結果として上海に臨時政府ができたということですね。でその人たちの流れを組んでるんだよということを憲法には書いてると。でこれがあの、どうなのかっていうことで言うと、まあそういうふうに信じるというか、そういうふうなものとして考えようということで、大韓民国の最初の憲法48年憲法はできたんだから、それはそれでいいのではないかと。でそれは無理な解釈かというと、無理な解釈とも言えないだろうと。なぜなら三一運動はやはりあの相当多くの人が参加していると、相当多くの人が参加していて、まあ、そこに書かれている宣言文なんかもあの別に、変なことは書いてないと、あの変なこと書いてないっていうより 立派なことは書いてないで、あの共和制で民主制でやるよと。だから別に朝鮮王朝もう一回戻すってわけじゃないよと、当たり前ですね、共和制でやるとか、あの民主制でやるとか、あの東アジアの日本人を憎むわけじゃなくて、日本人がそんな帝国主義的な波動的な政治をやるということがおかしいのであって、世界の体制というのは人間がそれぞれ大切にされて、まあ、文化がそれぞれの民族がそれぞれの文化を花開かせていく、そういう社会を作るんだ、そういう世界を作るんだって誠に立派なあの宣言文であるから、それをもとに その上で戦っていた人たちを、が作るたちの努力によって作られた国があの大韓民国なんですよと、それを大切にしていきましょうということはとてもいいことだと僕は思いますよ。でただだからあの でそこでそのさっきあの一番最初に言った時に、あの結局あの当時の大韓民国臨時政府が大韓民国を作ろうという時に憲法制定議員を選ぶというのは、選挙に全員が全員参加したわけではなくて、李承晩プラスアルファしか参加してないと。でこれはやっぱ問題じゃないかという見方はできる。社会主義者なんか全然参加してないわけですよね。社会主義者はみんな北に行っちゃうと。でちなみに北朝鮮の方は逆に、北朝鮮では社会主義国家で一党独裁というふうに誤解している人が多いんですけど、そうじゃないです。北朝鮮というのはちゃんとブルジョア民主主義者も含めて国作ってるんですよ。まあ、あのそれフィクションだと言われればそうかもしれないけど、形としてはそうなってるんです実はね。あの社会民主党っていうこともあって北朝鮮では、まあ現代でもあるんですけどね、あの、まあ、実際あのブルジョア民主主義者で北朝鮮の政権に参加した人も、まあ、少なくとも最初はいるということですね。で、なのでちょっとそこでなんか正当性疑問を、韓国っていうのはあのなんか 一部の人たちしかあの結集して作ってないじゃないかという問題提起はできると思うんですけど、私はやっぱだからその後のいろんな過程でやっぱり、いろんな人たちがあの別に李承晩が大好きだという人だけが参加するわけじゃなくて、まあ、あの民主化運動があり、まあ、李承晩を倒した民主化運動もありますし、労働運動も起こったし、
まあ、あの韓国作るという時に、まあ、統一を求めて立ち上がって弾圧された、あの人はゲリラだ、共産ゲリラだと言われた人たちも、まあ、これも全員が全員じゃないけど名誉回復もされたと、されていっていると。そこでまあ民主の戦いによってそういうふうなこともやっていったということで言うと、まあ、現在の大韓民国の国民で、あのいや、あの現在の大韓民国はあの正当性ないから大統領選挙参加しませんという人は多分いないと思うんですよね。でそういう、まあ、いろんな民衆の戦いによってその生まれた時点ではちょっとなんかその選挙ボイコットした人もいたけれども、その後、まあ、大韓民国憲法自体も変わってますしね、あのその後の現在でいうと大韓民国というのは民主的な、国になり、それがそのあの上海臨時政府を流れを組もうと言っているのは、あの別にそういう意味で、48年もおかしかったから大韓民国打倒すべきだという話にはならないと思います。でその上でじゃあ北朝鮮をどうするかっていうことですよね。北の人たちも含めたやっぱり統一というのを目指すその過程にあるのだと考えるのか、まあもう統一目指しませんみたいな話になるのか、それはあの韓国の人たちの選択だと思いますけどね。はい、ありがとうございます。はい、ではすいません、お時間なのでもうよろしいですかね。すいません、はい、ではこれで一応終わらせていただきます。はい、どうも、はい、ありがとうございました。